こんにちは。さて、今日も前回と同様、話の伝え方についてお話ししますね。今からこの話をしようと思っています。でもこの話聞きたいですか？どうですか？もしもこの話聞きたかったら聞いてくれるけども、あんまり聞きたくないと思った瞬間にお耳が閉じちゃいます。ということで、まずは聞かせたくしてからこの話をするというのがいい方法なんですね。導入をつけるということです。では例題としてちょっとこんな話聞いてください。今から自衛隊の海外派遣についてお話ししますって言ったらいかがでしょうか？なんか難しい話が始まるのかなっていう印象をお持ちになる方が多いかもしれませんね。そうするとお耳がって閉じてしまうかもしれません。ではこんな導入を入れてみてはいかがでしょうか？これは私の経験をお話しします。ある日テレビをポチッとつけましたら、綺麗な若い奥さんがこんなことをおっしゃっていました。生きて帰ってきてほしい。え、この平和な日本でこの方は何を言っているんでしょうって思ったら、自衛隊の海外派遣のニュースの時だったんですね。その自衛隊の自衛官の奥様の一言だったんです。その言葉を聞いて、ああこれは心配だろうなって、本当になんかその奥さんの気持ちがふっときたんですね。そして数年後、無事イラクから自衛隊の皆さん帰ってこられました。ああよかった、きっとあの奥さんほっとして美味しいお料理を作って待っていらっしゃるだろうなって思いました。さてここで自衛隊の海外派遣についてお話をします。って言ったらいかがでしょうか？この導入があることで、ちょっと聞いてみたくなったなとなるかもしれません。ということで、唐突に自分の話をバーンとお渡しするんじゃなくって、まずはちょっと興味を引くような導入を付け加えてからお話をするというのがとてもいい方法だと思います。この導入なんですけども、一般論じゃあまり心が動かないんですね。ご自分の体験談が一番いいと思います。私ね、この間こんなことがあったの、それでこんなことを思ったんだけども、今からこんな話聞いてもらえますか？っていうような感じですね。これは大きな舞台といいますか、人数が多い時に特にお使いになるといいと思います。あの機会に使ってみようなんて思われましたら、ちょっと導入部分を考えてみてくださいね。今の体験談を導入でお話し以外に問いかけをしてみる。皆さんこんなことをご存知ですかとかね、こんなものを皆さんお持ちでしょうかなんていうように問いかけてみたり、あるいは皆さんが思っていらっしゃいますようなことを、こんなふうなことを思っていらっしゃいませんかというようなことを言ってみると、私そうそうそうなんていうふうにまず導入で掴むと、またまた皆さんお耳が大きくなると思います。ぜひ自分の話をする前に皆さんが興味を引く導入を付け加えてみてくださいね。